神奈川県川崎市高津区下口にある神社、日本穂高、音立花姫を祀る。明治以降の社格は尊者。近隣に、吉祝軍画が置かれていたと推定される地域にある、ことから、かつて吉祝軍の僧者であったと考えられている。古くからの下口村の陳樹で、日本穂高と音立花姫の男女肉の身体を祀り、かつては立花者とも言われていた。 社殿によると、日本穂高カ東西の最海があれ、音立花姫はその身を当時海を沈んだ。やがて受水した姫の魚衣、オ冠の具だけがこの地に漂着した。とある。また古事記でも、彼なのかありて、後に、その甲の奥州海辺によりたりき。すなわち、その櫛を取りてご漁を作りて収めを聞きと伝えられている。この社伝と古事記の記述とが結びつき、 近くの種牧地藤見台の高台にある藤見台古墳は一説には音立花姫の御陵であるとも伝えられているが資料がなく具体的なことはわかっていない羊神社の裏手の丘にあり前述の通り音立花姫陵であるとする説がある一方この古墳は6世紀頃に作られたもので当時のこの地域の有力者の墓であるとする説もあるここ士見台は 江戸時代までは、旧、守牧地村の一角であったが、近年になり、都市化が進むと、川崎市が、本古墳周辺に宅地を造成し、地名も守牧地藤見台に改められている。かつては、玉川沿いの田園風景の中にそびえる丘であった、藤見台は、現在は、宅地造成や、道路敷設によって削られ、古墳頂上部の一部、高さ3.7メートル。 直径17.5メートルの部分のみが姿を止めており、公園として管理されている。頂上に登れるよう図が渡されているが、その頂上から見える風景も、宅地ばかりが続く光景となっている。吉珠神社のある川崎市高津区、志牧地の高台は、東急田園都市線のカジガ駅から続く、立花の散歩道の終点にあたり、 付近には、縄文時代早期の標識遺跡である、四牧地貝塚やおとた姫のご陵とされる、富見大古墳、白鳳の回帰と言われる、洋合寺と、その途中十二棒の一つであった、ノーマン寺などがあり、豊かな歴史的環境に恵まれた地域である。また、江戸から続く、中原街道が、マリコの渡しで玉川を越えた、最初の大地にあたる場所で、ここから西へ続く、 多摩丘陵の入り口でもある。JR 南部線川崎市バス、四牧地住宅前で下車、徒歩約5分。なお案内表示等は、用意されていない。東急バス四牧地で下車、徒歩約5分。なお案内表示等は、用意されていない。川崎歴史ガイド、吉祥群家と要文字川崎市文化財団、2004年吉祥神社と、 富士見台古墳プラザ高津高津の地名探訪、富士見台第一回川崎市地域文化財を決定しました地域文化財紹介校、つくきつ樹神社社殿。ありがとうございます。